小鳥のお部屋、事件ファイル。川崎市のぼりと通り魔事件。2019年5月28日、神奈川県川崎市多摩区のぼりと新町で、通り魔殺傷事件が発生。犯人の岩崎隆一は、小学校のスクールバスを襲撃し、小学生を含む2名を殺害、17名の小学生に重軽傷を負わせた。事件の経緯。今回の凶悪犯、岩崎隆一、当時51歳は、2019年5月28日7時45分頃、川崎市の野太駅付近の路上で、市立カリタス小学校のスクールバスを待っていた。小学生の児童や保護者らを、相次いで刃物で刺した。岩崎は終始無言のまま、待機列の後方から駆け足で襲撃。最初の襲撃は、近くのファミリーマート付近で始まり、岩崎は、保護者の男性を背後から刺し殺害。その後、約50メートルを無言で走り、移動しながら、保護者の女性と児童17人を立て続けに襲撃した。岩崎は、スクールバスの運転手から、何をやっているんだと叫ばれた後、さらに数十メートル移動し、自らの首を切り自殺した。襲撃開始から、岩崎が自ら首を切るまで、十数秒程度だったという。事件発生時、付近の公園に居合わせた男性が、刃物を振り回しながら、ぶっ殺してやると叫んでいる岩崎を目撃していた。岩崎は、バスを待つ小学生の列に近づき、叫んだ後、小学生らを次々と襲撃していったという。事件後、近くに住む男性は、最初の現場となったファミリーマートの店先で、全身血まみれで、仰向けに倒れているスーツ姿の男性を目撃。また、スクールバスのバス停付近では、頸部からの血を流した制服姿の女児がうずくまり、他の7、8人の児童は呆然としたり、しゃがみ込んでいた。川崎市消防局は、28日午前7時44分、事件について警察から連絡を受け、7時54分に、川崎市多摩消防署の指揮隊が到着し、7時56分に、初の大規模救急出動の指令をした。この指令により、28台の消防車両が出動し、被害者が多数のため、現場には川崎市や横浜市などから16の救急隊が出動して対応。災害派遣医療チーム、DMAT がトリアージを行った。トリアージには、聖マリアンナ医科大学病院と、日本医科大学武蔵小杉病院の DMAT も加わり、大人と子供の計2人が黒、4人が赤の判定となった。聖マリアンナ医科大学病院に、岩崎と被害者2人、日本医科大学武蔵小杉病院には、被害者4人、川崎市立多摩病院と新百合ヶ丘総合病院に、被害者各5人が搬送されたが、このうち、日本医科大学武蔵小杉病院に搬送された、小学6年生の女児と、39歳の男性保護者の死亡が確認された。16人の女児と1人の男児、保護者女性の1人が、上半身を集中して切りつけられるなどし、女児2人と女性が重傷を負い、負傷者のうち11人が入院。死亡した2人の被害者の死因は、男性が出血性ショック、女子児童が首を刺されたことによる失血死だった。死亡した男性は、外務省の職員で、ミャンマー大使館での勤務経験があったほか、ミャンマーのテインセイン大統領を招いた、宮中茶会などにおいて、上皇夫妻の、ミャンマー語通訳を4回務めたことがあったという。目撃者によると、岩崎は黒の T シャツに、黒のジーンズのような服装をしており、スキンヘッドで、がっちりとした体型だったという。犯行の直後に、自らも刃物で刺し、警察に確保された時点で、すでに意識不明状態であり、搬送先の病院で死亡が確認された。
両手に柳葉包丁を持ち、児童らを襲撃したほか、リュックサックからは別の包丁2本も見つかった。現場からは、刃渡り約30センチの柳葉包丁、付近にあるコンビニの駐車場にあったリュックサックからは、約25センチの文化包丁と約20センチの刺身包丁が、それぞれ見つかっており、神奈川県警は、岩崎が、さらにたくさんの人、襲撃しようとしていた可能性があったとしている。また、着衣のジーンズのポケットからは、約10万円の現金がむき出しで見つかった。目撃証言によると、岩崎は事件当日の7時頃、自宅を出て野太駅まで電車に乗り、そのまま事件現場へと歩いて向かい、突然犯行に及んだとみられる。神奈川県警は、防犯カメラ映像の解析により、自宅から約15分の位置にある、小田急線読売ランド全駅から、3駅の野太駅までを電車で移動した後、事件現場へ直行したとみている。なお、事件発生時に岩崎が着用していた作業用の黒い手袋は、野太駅で降りた際の映像からは確認されず、直前に凶器である包丁の滑り止めとしてつけたとみられる。神奈川県警は、岩崎の行動について、スクールバスのバス停があったマンションと、コンビニの間にある道路を徒歩で移動し、コンビニの駐車場で、リュックサックを下ろした後、犯行に及んだと断定。岩崎は、東京都町田市の町田駅前にある、大型量販店で、現場周辺に残されていた4本の包丁のうち、凶器となった柳葉包丁2本を、2019年2月に購入していたことが判明。このことから、神奈川県警は、岩崎が3ヶ月以上前から、今回の襲撃を計画していた可能性があるとみている。岩崎は、幼少期に両親の離婚などを理由に、叔父、叔母に預けられたが、中学卒業後、定職に就くことはなく、長期にわたり、親族との意思疎通もなく、高齢のおじらは、川崎市の提案で、2019年1月に、岩崎の部屋の前に手紙を置く形で、今後の生活について聞いたが、それに対して岩崎は反発、不快感を示したとされる。このやりとりの後、包丁を購入したとみられるが、襲撃の動機については不明。事件の4日前の5月24日の朝にも、駅や現場周辺の防犯カメラに、岩崎と見られる人物が映っており、事前に下見をし、計画的に犯行に及んだ可能性が高い。岩崎隆一の生い立ち。1967年12月生まれで、4歳から5歳の時、両親が離婚。それ以降、父親と祖父母、叔父夫婦、いとこと暮らすようになったが、ほどなくして父親が蒸発した。古くから近所に住む住民によると、岩崎は幼少期に、この家で差別を受けていたのではないかと証言しており、当時、岩崎が通っていたのは、地元の公立小学校であったのに対し、いとこが入学したのは、今回の事件で犠牲者を出した、カリタス小学校であったという。こうした経緯から、一部のマスコミは、犯行の動機には、おじ一家での扱いに対する、積年の恨みがあったのではないかとの憶測を立てた。一方、別の近隣住民の証言によると、岩崎のことも、おじ一家は分け隔てなく育てていたとの印象だったという。地元の公立中学校卒業後、横浜市内の職業訓練校の機械科に進学。2年間学んだ後、同校が紹介した企業に就職したが、その頃から、町田駅そばの雀荘に入り浸るようになり、そのうち雀荘の従業員として働き始め、近所に部屋を借り、生活するようにもなったという。雀荘のオーナーだった人物の証言によると、麻雀はかなりの腕前で、自身の金を用いて、客と麻雀を打つこともあり、頻繁に勝っていたという。また、仕事に対する責任感も強く、
夜中から翌朝10時までの夜番の主任を任されており、営業後は岩崎の部屋に同僚が集まることもあったという。この他にも複数の工場を転々としたが、事件当時は働いていた形跡がなく、少なくとも10年以上前から仕事についておらず、無職だったという。1990年に祖父が他界し、1997に祖母が他界。岩崎が幼少期に暮らした、おじ夫婦の家に戻ったのは、その後とみられ、いとこはすでに自立し家を出ており、ここから岩崎とおじ夫婦との三人暮らしが、再び始まったという。それ以来、1998年頃からは、引きこもりの状態になっており、親族が小遣いを与えることがあったという。近隣住民が時折外出する姿を見かけた程度だったという。事件直後に行われた川崎市の記者会見によれば、2017年11月、おじ夫婦は市の精神保健福祉センターに、自身らが高齢のため訪問介護を受けたいが、家に引きこもり状態で、会話がほとんどない親族が同居しているが、そこに介護スタッフを入れても大丈夫だろうかという内容の電話相談をしており、これ以降も2019年の1月までに電話で6回、面談で8回のやり取りを行ったことを明らかにした。しかし、おじ夫婦が岩崎を刺激したくないとの意向を伝えていたため、センター側はその時点で岩崎に直接会う考えはなかったとしている。2018年、おじ夫婦宅への訪問介護サービスが開始。彼らは近い将来、介護施設へ移ることを念頭に置いていたため、その候補先の見学も行っていた。2019年1月、おじ夫婦は精神保健福祉センターの提案を受けて、岩崎の部屋の前に、今後自分はどうしたいのかという趣旨の意思を問いただす手紙を置いたが、それを読んだ岩崎が、おじ夫婦の前に姿を見せ、食事や洗濯、自分のことは自分でちゃんとやっている。それなのに引きこもりとはなんだ、と激高し反論。これを受け、おじ夫婦はセンター担当者に、本人の気持ちを聞くことができたのでよかった。しばらく様子を見たいと報告。センター側も、それ以上の働きかけは行わなかった。事件前に、おじ夫婦と顔を合わせたのは、このやりとりが最後だったという。事件の前年の2018年夏、岩崎は近隣の40代女性とトラブルを起こしており、この女性によると、ある日の早朝、何度もインターホンが鳴らされたため、夫が応対すると、岩崎から突然、お宅の庭から、木が道路にはみ出していて、それが目に入ったという。言いがかりとも取れるクレームをつけられ、口論に発展。また、犯行当日の朝、この女性は岩崎と出くわしており、ゴミ出しをしている女性に、岩崎の方から、おはようございますと挨拶をし、そのまま立ち去ったという。女性の証言によれば、岩崎が挨拶をしてきたことは、それが初めてだったという。事件の翌日、神奈川県警は、殺人容疑で、岩崎宅を捜索。物は少なく、整然としており、置かれていたのは、テレビと家庭用ゲーム機、そのゲームソフトと、20年以上前に刊行された雑誌が見つかった。飲食店のポイントカードやレンタルビデオ店などの会員証もなく、病院の診察券も、20年前に作られたもので、運転免許も未取得であった。さらには、スマートフォンやパソコンなど、電子通信機器を所持しておらず、自宅及び自室には、インターネットに接続する環境自体が、なかったことも判明しており、これらの点から、犯行動機の解明を、より困難なものとした。2019年9月2日、捜査本部による捜査の結果、被疑者死亡のまま、横浜地検に、殺人罪、殺人未遂罪、および銃刀法違反容疑で、岩崎を書類送検した。
2019年11月8日、横浜地検は被疑者死亡により、不起訴処分とした。事件を受け、安倍晋三総理大臣は、5月28日に、小中学生の登下校時の安全確保について、国、自治体で連携し、早急な対策を講じるよう指示した。5月29日以降、事件の起きた多摩区内の各小中学校をはじめ、各地で登下校時の見回りが強化され、神奈川県知事は、事件当日の定例記者会見の冒頭で、この事件に触れ、被害者に哀悼の意を表するとともに、事件の詳細については、まだ不明な部分もありますが、県では、全市立学校に対し、通学路の安全確保など、注意喚起の通知を出し、県教育委員会では、川崎市教育委員会と連携し、目撃した児童、生徒がいた場合は、心のケアなど必要な支援を行うとともに、通学時の安全確保について、本日改めて、県立学校及び県内の市町村教育委員会に注意喚起を行い、今回の事件の被害者とご家族に対しまして、県の神奈川犯罪被害者サポートステーションで、お気持ちに寄り添いながら、必要な支援を行ってまいりますとコメントした。川崎市は、事件現場の近隣の小学校に、スクールカウンセラーを派遣するなど、児童の精神不安対策を開始した。カリタス小学校は、5月31日まで休校し、系列のカリタス女子中学校、高等学校も、5月29日まで休校になった。また、同校は、6月に予定していた、岩手県への修学旅行を中止すると発表した。事件発生時、アメリカ大統領のドナルド・トランプ氏が来日中で、大統領は、海上自衛隊横須賀基地に停泊していた、護衛艦加賀の艦上で、私とファーストレディーは、今朝起きた事件について、被害に遭われた方々に祈りを捧げます。すべてのアメリカ合衆国民は、日本国民と共にあり、被害者とその家族に、哀悼の意を表しますと、声明を発表した。今回の事件も、意味不明な凶悪事件だったと思います。過去の岩崎の生い立ちなど、家庭環境は最悪だったことから、このような事件に発展したとの見解が強いですが、真意のほどは、実際に岩崎が逮捕され、取り調べや精神鑑定を受けていないことから、ひとえに、何とも言及しがたいです。もしかしたら、自らは公立小学校に通わされ、いとこたちは、私立カリタス小学校に通えたという点から、カリタス小学校を狙った凶行だったのかもしれませんが、真意のほどは、定かではありません。そもそも、この事件は岩崎による、くだらない支援であり、当時の被害者児童や保護者には、何の罪もありませんし、岩崎の生い立ちなど、知ったことではありません。そういった観点から言及するとしたら、岩崎がやったことは、ただの気違い行為であり、むしろ凶行に及んだ後、身勝手にも自殺するといい、悪質極まりない事件だったことだけは、確かだと思います。亡くなられた、被害者の方々のご冥福を、心よりお祈りします。小鳥のお部屋、事件ファイル。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。